グレータースイスマウンテンドック、グレータースイスマウンテンドック、グレータースイスマウンテンドック、あるいは、グレートスイスマウンテンドックは、スイス原産の犬の品種、犬種の一つで、伝統的なスイスの牧畜犬の中では、最大の体格を持つ犬種である。スイスの牧畜犬のグループには、グレータースイスマウンテンドックの他にバーニーズマウンテン、ドック、エントレブハーマウンテンドック、 エントルブーカーマウンティンドッグ、およびアッペンゼラーキャトルドッグ、アッペンゼラーゼナンフントが含まれる。これらの犬種は、紀元前一世紀にローマ人によって、スイスに連れて来られた大型犬が祖先である、言われている。別の説では、さらにその何世紀も前に、フェニキア人の商人が連れてきた、とも言われている。いずれにせよ、外国人によって、 スイスへ連れて来られた大型のマスチフタイプのと、土地土着の犬の後輩の結果生まれた犬種であることは確かなようである。グレータースイスマウンテンドッグは、セントバーナード及びロットワイラーの共通の祖先に当たると考えれている。グレータースイスマウンテンドッグは、もともとは牧畜犬として使用されたが、強大な力を持っていたため、荷車を引く用途にも使われるようになっていった。 しかし時代が移り、機械による乗り物が普及していったことと、セントバーナードの人気が上昇したこととが、相まって、この犬種の人気が低下し、個体数が減少していったと言われている。個体数が減少した真の原因は不明であるが、かつてはこの犬種は二十世紀初頭までにほとんど絶滅したと考えられていた。個体数が回復に転じたきっかけは、1九百八年に、 フランツ・シェルテン・リーブ、フランツ・スカーテン・リーエブという人が自分のマウンテンドッグをスイスケネルクラブのドッグショーに出品したである。彼はそのドッグショーに当時スイス原産の犬に関する権威であったアルバート・ハイム、アルバート・ハイム博士が参加することを知り、自分の犬を博士に見てもらうためそのドッグショー参加したのである。熱心な飼育家でもあったハイム博士は このグレータースイスマウンテンドッグの生存例の発見を大いに喜び、スイスケネルクラブの会員に、この犬種を保存するために、あらゆる手段を尽くすべきであると熱心に説得した。ハイム博士が提案した保存手段の中には、繁殖のための専用の農場と村を探すことも含まれていた。彼の提案は実行されることになり、慎重な繁殖プログラムが開始された。 精密な個体選別の実施や繁殖に適したメス犬等数の不足およびすべての子犬について生検時に気質お及び体質を再検査するという繁殖要件が課せられていたため個体数の増加はゆっくりとしたものであった。1968年アメリカへ輸入開始されたグレータースイスマウンテンドッグは大きくて筋骨たくましい体格を有し白、黒、 茶の三色の単毛の紐を持つ大型犬である。オスは体重60から7 0ラム体高65から7 2ンチメートルメスは体重50から6 0ラム体高60から6 8トルであり、体長の体高に対する比率は約1.0から0.9である。多くの地区犬団体がこの犬種の犬種標準として規定している体色は、 背中、耳、尾と足の上側の大部分が漆黒で、頬、目の上、胸、獅子すべてに茶色、リッチタンのマーキングがあり、白が尾甲部、獅子すべて尾の先端、胸から腹にかけて現れ、尾甲部から眉間にかけある程度純白、ピュアホワイトのマーキングがある、というものである。紐は二重構造、ダブルコートで、トップコートは、長さ約5センチメートル、 ボトムコートは厚く灰色で首周りには必ず生えているが、体表全体にわたって生えている場合もある。このような立派な紐がある場合でも、抜け毛が問題になることはほとんどない。グレータースイスマウンテンドッグは、温和な性質と深い愛情に根差した家族を守ろうとする心を持ち合わせており、特に子供を守る性質が強いとされている。 この犬種は力強く、活発で、体格からは想像できないほど敏傷である。万栄競争、重量引き競争用として訓練することも可能であり、荷車を引かせ、荷物や人間さえも運搬させることができる。他の多くのマウンテンドッグ種と異なり、角によだれを垂らすことはない。多くのオーナーがこの犬種は、大きな体格にもかかわらず、 まるでこさな愛外見のように振る舞い、親切で心優しい気質で、子供にも優しく接すると述べている。グレータースイス・マウンテン・ドッグは、長い歴史を持ち、十分に立証され確立された、純血種であるにもかかわらず、全世界の主要な全犬種ケネルクラブに、まだあまり公認されていない犬種の一例である。本犬種は、国際畜犬連盟に年に、 公認された。その後、最初のグレータースイスマウンテンドッグは1968年にアメリカ合衆国に輸入されて、1985年にアメリカンケネルクラブ、悪によって暫定公認され、1995年に正式公認された。カナダケネルクラブには2006年に公認された。このような古い犬種が近年になり、ようやく公認されたのは皮肉な結果である。 2008年現在、ジャパンケネルクラブには公認されていない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。